安城府大は、徳川家の家臣中、最古山の府大の家臣を言う。徳川諸家系府に、初修の徳川幕府家府によると、松平信光から近忠、長地下、信忠までの四代、安城城に御在場の時に奉仕した家臣を安城府大と言う。その後、清康が山中、岡崎を攻略した以降の家臣を山中、岡崎府大と言う。また、 流栄機関では、安城府大、岡崎府大、駿河府大と区分し、各大名家の名前も列挙されている。安城府大には、堺、大久保、本田、安倍、石川、青山、上村の7、家が挙げられている。なお、岡崎市は、武徳大正期の清康の項目にある、岩津府大、安城府大、岡崎府大を引用しているが、という区分がされている。 三河物語、流液館、徳川幕府家府の記述と異なり、出典不明である。武徳大正記は、江戸中期の編纂資料で、引用書目が一切掲示されておらず、徳川吉宗から教職が多いと、非難されている。岡崎氏には、言わ津府大は、堺氏、成瀬氏、本田氏等がそれに当たると記述されているが、武徳大正記清康君の項目にはかかる記述はなく、 出典は不明である。松平長子においても、三河物語の安城府大、山中府大、岡崎府大を挙げている一方、松平豪府大を設けて三河四府大を作る説も、あるという主張がなされている。親子、安地下、信仰の三代の間に家臣となった者を、松平豪府大と呼んでいる。武徳大正期の岩津府大を、 松平号不代という呼び方に置き換えているが、こうした呼び方は師書には見えない。岡崎市の岡崎公園内にある、三河武士の館家康館のウェブサイトでは、三河物語出展の安城不代、山中不代、岡崎不代をまとめて、三河不代と呼ぶと提唱しているが、三河物語にはそうした記述はない。三河出身の牧野氏奥平氏などは、留衛機で、 鶴ヶ府大に区分されている。また、演習出身の良い,いは、岡崎府代に分類されており、三河出身の徳川家臣が全部、安城、または岡崎府代に区分されている事実はない。ありがとうございます。